原クロス、逆のサイドパトリック、シュート決めた、勝ち越し広島。入ったばかりのパトリック、大きな大きな残留を引き寄せるゴールになりました。入った直後のゴール、これはカンハンはいいボール上げましたね。ムックハラですね、ムックハラはいいボール上げましたね、はい、右のサイドムックハラ、はい、そしてパトリックのヘディングシュート、うまく叩きました。いや、これは素晴らしいですね。ここで勝ち越しに成功、サンフレッチェ広島、2点目が決まりました。